環境、食料、情報。国際農研が掲げる3つのプログラム。環境。地球規模で進行する気候変動。持続可能な社会実現のため、農業生産の現場からも温室効果ガスの削減が求められています。一方で、開発途上地域では多くの農家が気候変動の影響に苦しんでいます。環境プログラムでは、地球規模で進行する気候変動に対処し、環境が持つ限界を超えることなく、資源利用効率を最大化することによって、持続的な農林水産業と適切な資源管理の両立を目指します。環境プログラムは6つのプロジェクトから環境問題に取り組んでいます。気候変動総合。アジアモンスーン地域を対象に、気候変動の緩和策や適応策の研究ネットワークを構築します。稲作や畜産の現場で、温室効果ガスの排出抑制や水資源の管理などの技術について、小規模農家が実践できる技術普及に取り組んでいます。カーボンリサイクル。パーム油を採取した後の油ヤシの廃材など、農業廃棄物は温室効果ガスの排出元となっています。この廃棄物から微生物の力により、メタンや水素、バイオ燃料などのエネルギーを得る技術を開発しています。民間企業や現地機関と協力して、カーボンリサイクル技術の普及を目指しています。 BNI システム。窒素肥料の過剰投与は、消化によって地下水汚染や亜酸化窒素の発生を招いています。国際農研は、作物の根から分泌される生物的消化抑制 BNI を世界で初めて発見。その機能を持つ小麦などの研究開発に取り組んでいます。窒素肥料による環境負荷を緩和し、地球に優しい農業を推進します。環境適応型林業。東南アジアなどの熱帯林において、樹木の生態的側面や機能の評価、ゲノム選抜を適用した樹木の育種などに取り組みます。環境変化に適応できる造林技術を、それぞれの土地に応じた形で開発しています。開発した技術は、現地の大学などと連携し、活用に向けて取り組みを進めています。熱帯島嶼環境保全。熱帯島嶼は気候変動に脆弱な地域です。自然災害により、農地などから土壌や栄養塩類が流出し、海の環境に影響をもたらしています。日本の里山管理手法を活用し、熱帯島嶼地域の山、里、海の環境負荷を軽減する一体的な環境保全技術を開発します。持続的土地管理。インド北部の乾燥地域では、土壌の塩害や集中豪雨など異常気象の影響により、現地の農業は不安定な環境にさらされています。食料と栄養の安全保障のため、土壌や水資源を最大限効率的に利用できる持続的な土地管理法の開発に取り組んでいます。環境に優しい世界を目指します。地域の人が仲良く水資源を使っていく社会づくりに貢献したいです。塩害による収量減少を抑え、途上国の貧困削減に貢献します。 To be successful in research, it's very important to learn and function your team environment. 世界の気候、環境は変化し続けています。環境プログラムでは、持続可能な農林水産業の実現に向けて、研究の力で地球規模の課題に立ち向かいます。